元タレントの坂口安里さんが8月13日にインスタグラムのストーリーズを更新。夫でバー店長の新一さんの誕生日を結婚後初めて祝福し、すっと前から考えていたというサプライズプレゼントを送っています。坂口安里さんが8月13日にインスタグラムのストーリーズを更新。夫でバー店長の新一さんの誕生日を結婚後初めて祝福し、すっと前から考えていたというサプライズプレゼントを送っています。坂口さんは、14日にエディオンアリーナ大阪で開催される格闘技イベント、3150ファイトボリューム3内の注目マッチである浩二選手 VS ヒロキング選手を現地まで観戦に行くことを報告。試合のチラシを持ったマスク姿のラブラブ夫婦ショットを公開しており、ちなみに旦那とです。旦那が明日14日誕生日。なので浩二選手の大ファンな旦那にずっと前からサプライズプレゼントを考えていました、と新一さんへの誕生日プレゼントであることを明かしています。丸、新一さんもインスタグラムのストーリーズを更新し、楽しみすぎる最高の誕生日プレゼントありがとうございます、と妻のサプライズに感謝のコメント。また浩二選手も二人の投稿に反応しており、坂口さんは、浩二選手からのメンション宝物すぎる、新一さんも、メンションまでありがとうございます。しっかり目に焼き付けて最高の思い出にします、と大興奮していました。新一さんは格闘家としての顔も持っており、6月の試合では坂口さんがセコンドを務めて、夫婦共闘が実現したことも。丸、2ローで敗れはしたものの、坂口さんは、結果がどうあれ一番かっこよかったよお疲れ様、旦那のセコンドつけてよかった、と夫の勇姿を称えていました。二人は2022年5月に出会い、6月に交際12日目でスピード結婚。夫婦共同の YouTube チャンネルを開設して仲睦まじい姿を見せることも多いですが、すでに離婚危機や金銭トラブルを経験するなど波乱万丈な新婚生活を送っています。3150ファイトボリューム3内の注目マッチである浩二選手 VS ヒロキング選手を現地まで観戦に行くことを報告。試合のチラシを持ったマスク姿のラブラブ夫婦ショットを公開しており、ちなみに旦那とです。旦那が明日14日誕生日。なので浩二選手の大ファンな旦那にずっと前からサプライズプレゼントを考えていました、と新一さんへの誕生日プレゼントであることを明かしています。